一方ラグビーでは来月のリーグワン開幕に先駆け全23チームが集結。中でも報道陣の注目を集めたのは山田昭仁選手。元日本代表山田昭仁、2015年のワールドカップでは華麗に相手をかわす忍者トライで日本の勝利に大きく貢献しました。地元九州のチームに移籍して迎える今シーズン、会場では報道陣にピンバッジを配りチームをアピールする一面も。皆さんの力が必要でございますんで九州は特に。営業活動も難なくこなすベテランは故郷での戦いに気合十分です。リーグのみんな、九州で待っとるばい。